マレンゴの戦い、マレンゴの戦い、マレンゴの戦いは1800年6月14日に行われたフランス革命戦争における戦闘の一つ。現在のイタリア共和国ピエモンテ州アレッサンドリアから南東へ1 2トルの後においてナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍が率いるオーストリア軍に対して勝利を収めた。この結果、第二次大仏大同盟における イタリア方面の戦いは決着がつき、フランスはイタリア北部の勢力圏を再確立した。1798年、第二次大仏外同盟を結成して、フランスへ宣戦線したオーストリアは、ドイツ方面へ軍勢を進めるのと同時に、フランスの衛星国が拡挙していたイタリア北部にも、新興軍を派遣した。フランスのイタリア方面軍は苦戦して、後退を 重ねジェノバにまで追い詰められていた。1799年にエジプト遠征から帰還して第一統領に就任していたナポレオンはイタリア方面の劣勢を挽回するべく新しい軍隊を編成してジュネーブに集結させていた。1800年4月、ジェノバで包囲されたフランス軍が危機に陥ったために救援を急いだナポレオンは翌5月、 3万7千名を数える軍勢に、アルプス山脈のグラン山ン、ベルナール峠を越えさせて、イタリ北部に進軍した。このスイス方面からの侵入は、オーストリア軍の意表をつく軌道であり、そこから東へ進むことで、ジェノバの後院軍と、オーストリア本国の間の連絡線を断ち切る狙いがあった。しかし険しい山越えの中で、運搬の困難さから、多くの大砲が放棄され、 フランス軍の戦力は低下した。指揮下のオーストリア軍が行為する都市ジェノバには、アンドレ・マッセナ率いるフランス軍部隊が立てこもり、防戦に努めていた。アルプス山脈を越えた後のナポレオンは、オーストリア軍の背後に回る形で東へ進み、ジェノバの北方にあるミラノ及びポーガワ流域に並ぶ、パビア他の諸都市を占領して、オーストリアの行為軍と本国を結ぶ。 補給線を分断することに成功した。だがその間に、ジェノバのフランス軍部隊は力尽き、6月4日に解除をした。ジェノバ攻略後、オーストリア軍は補給線を回復するべく率いる部隊を北上させた。バートケズは、パビアの南方にあるポー川南岸のモンテベロまで進軍するが、6月9日に、フランス軍のジャンランヌ部隊の迎撃を受けて敗退した。 占領後のジェノバは物資が枯渇していたので補給線の回復に失敗したオーストリア軍はジェノバ一帯の放棄を余儀なくれ退却行動に移った。司令官メラスは自軍を本隊とバートゲスの先発隊に分け、ジェノバの北西にあるアレッサンドリアを経由してポー側に沿って東へ進んだ後にオーストリア本国との連絡線を確保するつもりだった。 9日のモンテベルドの戦勝による油断で敵軍の戦意と戦力を過小評価していたナポレオンは、ポー側に向かって進んでくるオーストリア軍を確実に補足撃滅するための包囲網を敷くことにし、自軍を分散してポー側の南岸沿いに展開させる命令を下した。ビクトールイコールペランの別動隊を西のアレッサンドリア方面へと向かわせ、アントワーヌドゼの別動隊を 東のピアチェンツァ型に移動させた上で、ナポレオン本体はその中央に位置して、オーストリア軍を待ち構えた。6月13日、ビクトール部隊が向かったアレッサンドリアで、オーストリア軍部隊が発見され、ナポレオン本体も駆けつけるとそこにいたのは、バートケズの先発隊だった。ナポレオンは、バートケズは出撃せずに登場すると考え、このままアレッサンドリアを包囲させることにした。 だが、そこに、ジェノバから後続する、メラス式下のオーストリア軍本体が接近していい。こうして、フランスとオーストリア領軍は6月14日に、アレッサンドリア近郊のマレンゴにおいて遭遇することになった。6月14日朝、アレッサンドリアに南東から近づくは、前方のマレンゴに、フランス軍の存在を確認すると、自軍3万千名を直進させ、午前9時に、 マレンゴの村にいた、ビクトールイコールペランの部隊を吸収った。戦場から5キロメートルの地点にいたナポレオンは、大兵力のオーストリア軍本隊が出現した知らせに、驚き、東方にいるアントワーヌド勢の別動隊に伝令を送ると、手元にいるジャンランヌ不評隊とジョアシャンミューラ機兵隊を、直ちに前線へ向かわせ、ナポレオン自身も、本隊を率いて午前11時に戦場に到着した。 先日に別動隊を咲いていた兵力分散の失策がたたって、この時点で前線に集結できたフランス軍は2万3000名程度となり、数で勝るオーストリア軍3万1000名の構成を支えるのに手一杯の状態となった。午後2時にはマレンゴの村がオーストリア軍に奪われ、配色が濃くなったフランス軍は 3km 余りの後退を強いられた。 自軍の揺るぎない優勢を見たメラスは勝利を確信し、戦勝の報告を本国首都ウィーンへ送っている。午後5時、敗北寸前のフランス軍の下に多数の落語兵を出しながらも、強行軍で駆けつけてきたアントワーヌドゼーへ率いる別動隊5000名が到着し、息を吹き返したフランス軍は反撃に転じた。ドゼー部隊がオーストリア軍の攻撃を正面から支えている間に、 フランソワ・ケレルマン率いる、騎兵隊400名が、オーストリア軍の左側面に突入した。この突撃は、秒単位と言われるほどの完璧なタイミングで行われ、オーストリア軍陣形の隙間を駆け抜けて、全体のようとなる、中央部隊を一気に突き崩した。オーストリア軍中央は、改装し、その混乱が、次々と周囲に波及して、やがて全体の統率を失わせることになり、 これを後期と見たナポレオンはフランス全軍に総攻撃を命じた。オーストリア軍は総崩れとなり退却にも失敗して兵力のおよそ半数を失いつつアレッサンドリアに逃げ込むことを余儀なくされた。戦いはフランス軍の大逆転勝利に終わったが勝利の貢献者であるドゼーは最後の激闘の中で銃弾に倒れ三十一歳で戦死した。もう一人の貢献者であり いわば針の人差しで、オーストリア軍を崩壊にいこんだケレルマンは元帥に、ツグ地位の将軍に昇進した。この、マレンゴの功績はあまりに大きく、その後のケレルマンが、数々の不正と修分と、強欲さで悪評を垂れ流すことになっても、彼の地位を揺るがせかった。アレッサンドリアで包囲されたオーストリア軍司令官は6月15日に、降伏し、フランスは、イタリア北部における、 勢力権を再確立した。その後、ドイツ方面でも、マリー・モロー率いるフランス軍が12月3日の、方園林伝の戦いで勝利を収めたことで、オーストリアは戦意を喪失し、翌年2月のリュネビルのは役に応じることにな。オーストリアが脱落したことで、第二次大仏外同盟は崩壊した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。